する券やります。だんだん近くなってきた時にさらけ出すっていうのは大事です。近くなってくるとどうしてもこうなっちゃう人が多い。逆なんですよね。さらけ出すから食いつきたくなって、またドルと一緒で虫が突っ込んでくるタイミングでかわしていくと。でこのさらけ出す間がこの先技を出す間になったり、ボディフェイントをかける間になったりするんです。ボールの近く行くとさらけ出せなくなるんで、軸足が遠く、さらけ出す時できるだけ軸足をボールの遠くへ置いてください。またドールしちゃうか。しちゃうか、またドール。今のそのままいいんじゃない？今のスッて。いやー、それやだな。これ難しいんですよ。これ難しい。でもやるの難しいです。あれやってみた方がいいですよ。マジ難しい。やっぱフラッシュステップ俺入れてるんで最近。こういうのがあるんですよ、カトテクの。ああ、そっちが。